はい、皆さんこんにちは、ザツコです。今回の動画で紹介するのはビッグフットについて。果たして本当に実在するのか、その正体は何者なのか、その謎に目撃情報や過去の記録から光を当てるのはもちろん、後半では驚きの正体に関する情報や世界の真実にまで触れていきますので、ぜひ最後までお楽しみください。アメリカ大陸に生き続けるビッグフット。1967年の10月に撮影された一本の映像が世界中に大きな衝撃を与えました。この映像が撮影されたのはアメリカのカリフォルニア州の山中。そこには撮影者から距離をとって歩く未確認生物の様子がしっかり記録されているのです。推定2メートルを優に超える巨体、大きな猿の仲間のようにも見える姿ながら、人間のような二足歩行でしっかりと歩いています。この映像は発見者の名前を取ってパターソン・ギムリンフィルムと名付けられ、過熱した議論を巻き起こすことになります。パターソン・ギムリンフィルムは日本でもテレビ番組でも紹介され、日本人にビッグフットという名前が知れ渡るきっかけにもなりました。ただしこのビッグフット、当初はアメリカでサスカッチとしてその名前を知られることになります。サスカッチとはカナダに住んでいたインディアンの間に伝承として存在が伝えられている生物で、毛深い体毛と巨体を持つとされていて、サリシ族の言葉で人間に似た動物を意味します。それに対してビッグフットは巨大な足を持ち、猿人あるいはゴリラのような姿をしたユーマの総称として使われてきました。これはアメリカの広い範囲においていくつもの目撃情報や巨大な足跡が見つかり、多くの石膏型も残されていることから、そのような特徴を持つユーマの総称として広く使われてきたという経緯があります。つまりサスカッチはビッグフットの一種ではないかというわけです。ビッグフットに関する報告として記録されているもので、正確に記録されている中で最も古いとされているのが1810年1月のもの。オレゴン州のダレス近辺で商事会社の男が長さ42センチ、広さ24センチという巨大な足跡を発見しました。1884年にはカナダのブリティッシュコロンビア州でビッグフットの幼体が捉えられたという報告までありますが、その後幼体には逃げられてしまったようです。中でも強烈なのが1924年のワシントン州のエイプキャニオンの事例。事件はとある石炭鉱夫がビッグフットに遭遇し射殺してしまうことに端を発します。その夜、鉱夫の泊まる小屋をなんと複数のビッグフットが襲撃。周囲にあった丸太や岩を武器に小屋のドアを攻撃し押し入ろうとし、鉱夫たちも反撃することで朝まで一進一退の攻防が続いたそうです。この目撃例の重要なところは、ビッグフットが複数登場する点と仇討ちに来たことから、社会性を備えているのではないかと考えられる点。ビッグフットとは群れで生活するのをベースとしているのかもしれません。パターソン・ギムリンフィルムは公開されるやこのビッグフットの存在の証として注目を集めることになるのですが、これを否定する声も多く、過熱した議論へと発展します。またこの動画について着ぐるみで捏造に加担したと証言する人物が現れ、さらにその証言を撤回するなど混乱を巻き起こしたこともありました。このようなビッグフットを撮影した動画は2000年以降も続々と公開されており、ビッグフットの存在を裏付ける証拠の一つにもなっています。世界中に存在するビッグフット。ネッシーやチュパカブラなど名前の知られたユーマは数いれど、それらとビッグフットが決定的に違う点は、世界中でその存在が確認されている点です。中でも代表的なものがヒマラヤ山脈でたびたび目撃されているイエティの存在。イエティはネパールの少数民族であるシェルパ族の言葉で、岩と動物を意味する言葉が組み合わさった言葉となっています。シェルパ族はヒマラヤ登山の時には荷運び役やガイドに起用されてきた、歴史でも知られるいわばヒマラヤ山脈の専門家。それだけにシェルパ族でその存在を知られていたという事実の重みは信憑性にも通じると考えられます。
その外見はアメリカのビッグフットと同じく毛深い体毛を持ち、直立歩行をし、身長も2メートルを優に超えるものの目撃情報も確認されてきました。ヒマラヤの地域ではイエティとは別にズーティーやミーティーと呼ばれる大きさの小さなものの存在も知られ、イエティを含めこれらは家族だという伝承が残っている地域もあるようです。イエティ伝説発祥のタルガ村では、集団で作物の略奪にやってきたイエティを退けたという伝承が残っていて、1924年のエイプキャニオンの事例と同じく社会性がある存在だったことも推測できます。同じく山に存在する体毛深い二足歩行のユーマがイエティの名前で知られているのがロシアです。シベリアはイエティ目撃多発地帯として有名で、2010年代には公立の研究機関の設立計画が持ち上がったことでも注目を集めました。日本でイエティといえば白い体毛というイメージがあるのは、このロシアの印象が強いせいかと思われますが、ロシアにも白だけでなく茶色や黒などの個体の目撃情報が確認されています。ロシアも目撃情報が多いだけに、アメリカと同じように映像としても記録されていて、2018年にも深夜に車で走行中に目の前を横切るイエティが撮影されたものは特に大きな注目を集めました。そしてこのビッグフットに関する目撃や出現の記録は日本にも存在します。例えば富山の地方にはケムクジャラの大きな二足歩行の妖怪雪男の伝承が残っていますし、中国山地では広島県の火馬山連峰を中心に火馬ゴンという名前のユーマが目撃されてきました。2011年、ハワイ大学の研究チームは地球上の生物の 90% は未発見か未分類だという推定値を発表しました。世界中で目撃例があるビッグフットもユーマとしてブラックボックスに押し込むのではなく、未発見の生物として研究を進める必要があるのかもしれません。ビッグフットは実在するのか。ビッグフットが実在するか否かについては長年議論が続いてきました。否定派の意見として最も多いものは他の動物の見間違いではないかというものです。例えばアメリカではビッグフットに関する否定派の声として多いのが灰色グマやエンジンとの見間違いだというもの。特に灰色グマ、グリズリー説については有力ではないかと考えられてきました。足が4本ある動物には大きく分けて交互歩行と跳躍歩行の2種類の歩き方があり、クマは交互歩行の動物に属します。交互歩行の動物の足跡は人がヨロヨロと歩いた跡のように見えますから、足跡だけを見てビッグフットという存在を無双したのであれば一応は説明がつくことになります。しかしビッグフットについては足跡だけを証拠として存在しているというわけではありません。パターソン・ギムリンフィルムのように映像も記録として残っているという事実があります。確かに灰色グマは二足歩行することはありますが、その姿を見た場合に人間やエンジンのように見えるかというと疑問が残ります。目撃情報やパターソン・ギムリンフィルムのような映像から考察する限りで、同じ動物ならゴリラの方が近いと思われますが、北米にゴリラが生息している事実はありません。そんな中で2019年にアメリカ連邦政府情報公開法に基づき公開されたフィルムの中から非常に興味深い書類が発見されることになります。書類には1976年から1977年にオレゴン州にあるビッグフット情報センターから FBI に対してビッグフットの毛髪の鑑定を依頼した際の記録が残っていました。FBI は通常このようなサンプル調査は犯罪捜査のためにのみ行っているという前置きはしたものの、調査を引き受けることになったようです。そして FBI から出された結果はサンプルが鹿類のものだということでした。この書類が公開されていることもまた否定派がビッグフットは存在しないという論拠になっているわけですが、実はここには隠された意味があることが考えられます。なぜ FBI はこの調査を受けたのでしょうか。自ら前置きしているように FBI は犯罪捜査のため以外の調査を基本的に請け負っていません。
にもかかわらず、なぜこの調査は特例で受けたのでしょうか。それは否定する結果を出すためだったのではないでしょうか。他にも同じような民間の調査を多く受けているというならまだしも、ビッグフットに関しては受けたということにはどうしても違和感を感じてしまいます。また2012年にはロシアの西シベリアにあるアザス洞窟においてイエティのものとみられる毛髪が発見され、アメリカやロシアの研究者の鑑定の結果、クマなど基地の哺乳類のものである可能性を否定、7割近い確率でイエティのものではないかと発表されたケースもあります。もし FBI が意図的に調査結果を捏造しているのなら、国家はその存在を把握しているはず。ビッグフットの存在の裏には、国が国民を欺かねばならないほどの秘密が眠っていることも考えられます。ビッグフットと地球外生命体。ビッグフットの正体として考えられているものの一つに、エンジンではないかというものがあります。エンジンとは700万年前に誕生し、130万年前まで存在していたと言われる初期の人類のこと。またその後に存在した大型の類人猿であるギガントピテクスではという説もあります。イエティについても1952年に動物学者のベルナール・ユーベルマンスがギガントピテクスの亜種ではないかという説を発表しました。またロシアの科学者ウラジミール・チェルネスキーもユーベルマンスと類似した考えをもとに類人猿説を発表しています。ただしこれらの生物は100万年前に絶滅したと考えられている上に、北米やロシアのような国に生息していたとも考えられていません。つまり時間の壁と生息していた地域という壁が存在しているわけです。その壁を越える何かは今のところ解決されていません。またイギリスの超常現象研究家リー・ソルウェイはビッグフットについて、地球外生命体の作り出した生物であるという説を発表しました。リー・ソルウェイの故郷であるイギリスのリンカンシンシャーは、ビッグフットの目撃情報が多いことでも知られる地で独自に研究をしていたといいます。そこでたどり着いたのがアヌンナキでした。アヌンナキは古代宇宙飛行施設で地球に遥か太古にやってきて生命と文明を授けた地球外生命体であり、イギギという存在を刺激していたとメソポタミア神話で伝わっていて、リー・ソルウェイはこのイギギがビッグフットではないかというのです。神話ではイギギはアヌンナキの意に沿うのをやめ、アヌンナキはイギギの代わりに人間を作ったことになっています。一方、人類の祖先をたどった際にエンジンに通じるとは言われるものの、そこにはミッシングリンクと呼ばれる連続性の欠けがあり、研究者の頭を悩ませ続けてきました。またこの人類が誕生してからの歴史を見ても、猿からエンジンや人に進化したものはいないという事実もあります。その答えとして、もしエンジンと人類の間に連続性がない、人類の祖先ではないとしたらどうでしょうか。そうすればミッシングリンクですら誤解で別の系統種ということになり、猿が人に進化していない事実にも説明がつきます。そしてこの考えはエンジン、ビッグフットがイギギだという説を肯定する一因にもなるのです。ここで問題になるのが、なぜイギギが現在まで残っているのかということ。まず考えられるのは、アヌンナキに置いていかれたという可能性です。なぜ置いていかれたのかを考える場合、そこに理由はないのかもしれません。そもそも考えようによっては、人間もアヌンナキに置いていかれた存在なわけで、逆に考えるとイギギが残っているのも当然と言えるかもしれません。滅びたとされたエンジン、イギギが実は生き残り、山奥で人知れず生活していた。しかもそれは人目につかない場所を選び、世界中に存在している。これがビッグフットなのではないでしょうか。FBI のファイルの件に関してもそうですが、このことは大国の中枢や権力者の間では、実は把握されていた可能性があります。もしかしたらエンジンは絶滅したという常識すら、彼らによって情報操作されていたのかもしれません。地
球に生命が誕生したきっかけが謎とされていたり、ミッシングリンクがありながらエンジンは人間の祖先とされていること、そういった数々の謎はアヌンナキをはじめとした地球外生命体の存在を隠すためだと言われています。そうなるとビッグフットに関して情報を操作するのは当然ですし、だからこそビッグフットから私たちに隠された思わぬ真実が明らかになる日が来る可能性も十分あると思われます。今回の動画ではビッグフットの正体について紹介考察してきましたが、いかがだったでしょうか。ビッグフットは日本にも存在する可能性についても触れましたが、それ以外にも日本には多くのユーマの存在も噂されています。もしかしたらその目撃情報の裏には私たちに隠された世界の真実が眠っているのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。